まず市の方から発見をご報告させていただきますので、よろしくお願いします。それでは私の方から発見をお伝えする項目があります。それぞれ簡単にご説明をしたいと思います。最初にみんなで歌おう愛しき我が出雲プロジェクトということで、まあ、上野のように竹内まりやさんに作詞作曲をしていただいた愛しき我が出雲、まあ、いろんな形で、徐々に浸透しつつあるというところですが、さらにこの歌をその広く多くの市民の皆さんに歌ってもらおうということで、それぞれこう歌ったり、まあ、演奏したりするその動画作品をそのグループごとに提供していただくということを考えまして、今回それぞれ募集を始めようと思っています。これいつからだったかな、随時随時募集ということで、まあいろいろなグループがいろんな形で歌ってもらってますが、それをこうそれぞれ提供していただいたものをまた YouTube の方で流すとか Facebook で紹介するとかいうことで、さらにこの歌の浸透を図っていきたいということであります。それから2点目が公式 Facebook ページ縁結びの町出雲を開設いたしました。7月1日から公開予定ということで、まあ、いろんな市の関わる各種行事、施策、さまざまなものをですね、情報発信をしていこうということで、そのことによってまた多くの皆さんにこの出雲を、市内外の皆さんにこう知っていただく、関心を持っていただくということを始めたいと思っております。まあ、いろんなソーシャルメディアの活用については、ツイッター、YouTube、Facebook、ブログ、ユーストリーム、まあ、いろんな形で発信をしておりますけれども、今回この公式 Facebook ページを開設するということで、さらに多くの皆さんに知っていただく、また情報発信していくということを徹底していきたいと思っております。まあいろんな皆さんファンがまた増えるように願っているところでございます。それから3点目はこれはもうすでにご案内しておりますが、第1回の出雲市原子力発電所環境安全対策協議会を7月8日に開催するということでございました。それぞれ委員とそこに何に書いてあるのかということで、まあ中国電力から出席していただいてですね、このさまざまな現状についての話をしていただくということ、また今、出雲市が抱えている課題等について、この委員の皆様にしっかり認識していただいて、まあ、それ以後のまたいろんな予定もございます。例えば、原発の視察というようなことも考えておりますし、まあ、年明け2月頃ですからね、には2回目の、会議を開催し、その中では、まあ、放射能、環境放射能、放射線等の測定結果についての講演をいただくというような予定もしているところでございます。まあこの8日、第1回目を皮切りにですね、しっかりとした議論をしていきたいと思っております。それから4点目が、これもすでにご承知のことでございますけれども、本年の7月分の診療分から、3歳児以上、小学校、就学前のお子さんの保健診療分の自己負担を無料にするということを実施いたします。まあ、県内的にまあ少し遅い取り組みでありますけれども、まあ、子どもさんの数等も相当いらっしゃるし、一つずつ段階的にですね、こういうことをやっていきたいと思っておりますが、まあ、本来であれば県内、あるいは国内、
どこに住んでいても同じような、助成制度というのがあってしかるべきだろうという気がしておりますが、それぞれの自治体間でその競い合うという形というのは必ずしも好ましい状況ではないとは思っていますが、安心してお子さんを産み育てられる出雲市を目指すということで、また一つの新しい取り組みを開始したというところでございます。それから5点目が出雲ドーム2000人の吹奏楽、23回目となりました。まあ、もうすっかり恒例となっておりますが、今年は9月の13日土曜日、開会したいと。今年の特別ゲストは美濃自由学園高等学校チアリーダー、まあ、有名な、チアリーダー部でございますけれども、ゴールデンベアーズ、よくテレビ等にも紹介されていますが、このチームをお招きしてまた新しい演技を期待をしているところでございます。ぜひ多くの皆さんにご来場いただきますようにお知らせをしておきたいと思います。それから第9回出雲神話祭り、まあ、これも例年、開催しておりますけれども、今年は8月の16日土曜日の夕方17時からですか、国引中央通りを会場に、まあ、お祭り広場等も使いながらですね、出雲盆踊りを引き続きやりたいと。また同時に出雲 JC の皆さんによる出雲キャンドルナイト、これはまあ実行委員会ですけど、方式ですけど、そこを同時開催という形をまた今年も取っていきたいと思っています。翌17日日曜日8時から、大津の神立河川敷公園において花火大会をまた、実施したいと思っています。ぜひまた多くの皆さんにおいでいただきたい、と思っております。それから7番目がエニシ、ザ・ブライド・オブ・イズモという、まあ、映画の話がいよいよ本決まりといいますか、クランクインが近づいてきたということで、7月8日に、キャストの発表と同時に、出雲大社へ、安全祈願、ということで、7月8日の午後1時から祈願祭、3時から記者発表ということで、キャスティングが固まったということでございました。で、まあ、撮影はもうこの8日から8月にかけて行われる予定でありまして、まあ、これも以前からお話ししておりますけれども、監督は堀内宏さん、出雲の出身でございますが、撮影監督はクリストファー・ドイリー、有名な方でございます。そこに書いてあるような形で、これから具体な撮影に入っていくということでございますので、ぜひまた紹介、盛り上げの方よろしくお願いをしたいと思います。それから8番目がこの千葉時という贈呈していただいて、石川県の津幡高校ですか、読売津幡高校の時サポート隊の皆さんから、手紙を添えて、市の方へ、まあ、先般、出雲で育ったひなが佐渡で、まあ、三世をが誕生したということで、まあ、それを祝ってということでございました。国内 の、 その分散飼育地としては、出雲、それから石川県立石川動物園、それから新潟の長岡市、あと多摩動物園とかありますけれども、それぞれの分散飼育地で、順調にそのひなを育ち、また、佐渡へ送って、また放鳥、数も相当定着してまいりましたし、最後の時が2000、
何年、3年だったかな、金さんだったかね、あれは能登半島で保護されたんだね。で、まあ、そういう縁もあって、もともと能登半島というのは、時がだんだん明治以降減ってきた時に残ったのが離島、まあ、沖島だったと思いますが、能登半島、それから佐渡島、ということ、まあ、そういう縁があって、ということでございます。その高校生の皆さん方がいろんな取り組みをなさっております。いずれその石川の空を時はという目標に向けていろんな取り組みをなさっているそのサポート隊の皆さんからこういった千羽鶴は聞いたわけますけど、ちゃんとその時の色と形をすごいもんだと思いました。皆さんの心がこもった千羽時ということでして、また大事に一般の皆さんにも公開していけたらと思っております。というところが本日の演目でございますが、まあ、そのいろんな時の前に先般全員協議会でもお話ししましたが、氷川の学校給食センターにおける、まあ、今年度に入って3回も続いた異物混入ということ、これは本当に安心安全、おいしい給食を提供するという使命からしてもあってはならないことがこれだけ続いたということで、まあ、いろんな形でこれから具体の対策とできるものからすぐに取り組んでいきたいと思っております。まあ、この点について改めて市民の皆さんにお詫びを申し上げたいと思います。